こんにちは、藤田です。今回も絶対に損しないダイエット方法について簡単に一緒にお勉強していきましょう。今回の内容は朝食を変えて体重を減らす方法3選について解説をしていきます。実は僕2年前まで123キロも体重がありました。そんな僕の失敗談も含めて、どうやってスリムになっていったの、朝は何を食べてたの、運動はどんなことをしてたのなどについて3つの方法に合わせてお話をしていきます。1つ目はセットポイントを下げる食事の方法、2つ目は朝食を食べて痩せる方法、3つ目はいつもと同じ食事で体重を減らす方法、この3つについてお話をしていきます。ダイエットいつも続けられないと悩んでいる方は、この動画最後まで見ていただくことによって、こんなに簡単に痩せるんだっていうことが分かるようになるので、必ずあなたのヒントになる内容になってます。また成功率 90% 以上、ダイエット生態主流、確実に痩せる別人ダイエットの方法はメンバー限定動画でもっと詳しく解説してますので、この動画見てもっと知りたいなって思った方は概要欄からメンバー登録してみてください。それでは本日の内容に早速入っていきます。朝食を変えて体重を減らす方法3選、1つ目はセットポイントを下げる食事の方法になるんです。このセットポイントを下げるためには、結論から言うと朝食を食べるなっていうことなんですね。でこのセットポイントって一体何なのっていうとですね、僕たちの体重を決めているポイントになるんですね。つまりですね、セットポイントが下がれば体重も下がるし、セットポイントが上がってしまうとちょっとしか食べてないのに体重が増えてしまうっていうことなんですね。なのでこのセットポイントを下げるためには朝食を抜くっていうことが一番やりやすい方法になってきます。例えば日中とかですね、ポテチとかスイーツが好きなっていう方はですね、セットポイントを上げてしまう恐れがあるので、朝食を抜くことによってセットポイントを下げて体重も落とすことができるんだよっていうことなんですよね。ただ朝食抜くことができないっていう方いらっしゃると思います。どうしても子供と一緒に食べちゃうっていうことありますよね。で朝食べないと元気が出ないっていうこともあると思います。そこで動画の後半では、いつもと同じ食事を食べて痩せる方法だったりとか、朝食あるものを食べて痩せる食事の方法っていうのをご紹介するので、一旦ですね、この朝食を食べないっていう食事の方法についてですね、少し知っておくだけでもヒントになると思いますので、ぜひですね、この朝食を食べない方法っていうのは、よく言われているのは16時間断食っていう方法になっていきます。なので、寝ている時から、ですね、その前の日の夜から、夜ご飯食べて寝て朝ご飯を食べないと大体16時間ぐらい空いてくるっていうことなんですよね。だから16時間断食をしていきましょう。でこの間は断食中はお水、お茶、コーヒーの中から飲み物をたくさん取ってですね、水分をしっかり補給していきましょう。そうすることによって脂肪を燃焼して、エネルギーを作り出したりとか、セットポイントが下がることによって体重が落ちていくよっていうことなんですね。この16時間断食に関しては僕の別の動画の中で詳しく解説をしております。じゃあ残りの8時間何を取ったらいいの、誰でもできる16時間断食の8個の秘訣については概要欄に別の動画の中でご紹介をしております。ぜひご興味のある方は参考にしてみてください。なのでですね、1つ目の朝食を変えて体重を減らす方法3選っていうのは、セットポイントを下げる食事の方法16時間断食でした。続いて食事を変えて体重を減らす方法3選、2つ目は朝食を食べて痩せる方法になってくるんですね。じゃあこの食事を食べて痩せるためには何をしていけばいいのかっていうと、結論から言うとタンパク質を取っていきましょうっていうことなんですね。どういうことかっていうと、このタンパク質を朝取ることによって食欲を抑えてくれるっていうことなんですね。どうしてかっていうとですね、朝は血糖値が上がりやすくなってます。なのでこの時にですね、具体的に薬を飲まないといけないってなって、パンとか簡単なサンドイッチを先に食べちゃう、簡単に済ませるっていうことありますよね。これをしてしまうと血糖値が上がって1日中食欲が抑えられない、で血糖値が上がってきて下がり始めた時にちょっと小腹が空いてきたりとかですね、あれちょっとおやつ食べたいな、仕事中イライラしてなんかチョコレートいっぱい食べてしまうっていうことを起こしてしまうわけなんですね。だからこのチョコチョコ甘いものを食べてしまうとか、スイーツが欲しくなるっていうのは、あなたが我慢できないからダメな人っていうことではなくて、僕たちの脳みそが血糖値上がり下がりしてしまうことによって
によって起こしてしまうことだったり、朝そういうふうなパンやサンドイッチを食べてしまったことによって血糖値が上がって食欲が抑えられなくなるっていうことなんですよね。だからですね、朝はタンパク質を積極的に摂ることによってですね、糖質やそういうものではなくてタンパク質を摂ることによって食欲を抑える効果があるんだよっていうことなんですよね。じゃあプロテイン飲めっていうことって思いますよね。そんなことはなくて、いきなりお金をかけずにやる方法としてですね、ゆで卵を食べるっていう方法をおすすめします。で、このゆで卵1日2個から3個食べていただいても大丈夫、コレステロールはあまり上がらないよっていうふうに言われているので、ゆで卵を積極的に食べていただくと食欲が上がりづらいってなります。ただですね、よく聞かれるのは、卵の料理だったらどれでもいいのっていうふうに聞かれます。どれでも結局はいいんですけど、ただスクランブルエッグを作ったりとかですね、ポーチドエッグを作ろうとすると、その作るっていう過程がですね、一つプラスされるじゃないですか。だからゆで卵を先にいっぱい作っておいて冷蔵庫で保管しておくとダイエットが続きやすい、朝絶対ゆで卵を食べるっていう風に、続きやすいってことなんですね。また、自分で作らなくてもコンビニでも簡単にこのゆで卵手に入るっていうことなので、この食欲を上げないためには続きやすいダイエット方法になってくるっていうことなんですよね。だからですね、この体重、朝食を変えて体重を減らす方法3選、2つ目っていうのは、タンパク質を朝食に積極的に摂ることによって日中の血糖値の上昇を抑えて食欲の上昇も抑えるっていうことが2つ目の方法になってきます。続いて朝食を変えて、体重を減らす方法3選、最後3つ目っていうのは、いつもと同じ食事で痩せる方法についてです。これはどういうことをしていけばいいのかっていうとですね、食べる前にその食べ物について一旦考えましょうっていう方法になってくるんですね。これどうしていいかっていうとですね、朝食を食べ過ぎるっていうことを防ぐことができるんだっていうことなんですよね。具体的にはとりあえず朝ごはん食べてしまうとか、朝は一番たくさん食べるとか、ご飯を朝からもういっぱい食べるっていう方いらっしゃると思います。確かに夜ご飯いっぱい食べる分だったら太ってしまいそうだから、それを朝に回して昼夜徐々に徐々にカロリーを少なくしていくっていうダイエット方法もあります。ただ夜ご飯を少なくしてしまうと夜お腹が空いて寝られないっていうことがあるので、一番いいのは朝ごはんを抜いて朝運動しているとか動く時間の方が多いじゃないですか。だからそういう風にしていった方がいいし、いつもと同じ食事で痩せるためには食べる前にその食べ物について一旦考えて、これどんな味がするんだろう、誰が作ったんだろうなっていう風なことをですね、10秒から1分ぐらい考えていただくだけでバーって食べるっていう暴飲暴食を防ぐことができるっていうことなんですよね。ただそんなことで痩せるっていう風に思いますよね。だからですね、そういうことをですね、ちょっとしたことを習慣にしていくっていうことが大切なんです。どうしてもですね、食べるものを減らそうとかですね、運動をいっぱいしよう、最初からいっぱいしようとすると、僕も失敗をしてきたんですね。これはどうしてかっていうと、習慣にならなかったっていうことなんです。この食べる前に、食べるものについて考えるとかですね、運動をするってなると、習慣になるまでに僕たちにかかる日数ってどれくらいか知ってますか？これはですね、今たくさんの研究が出ていて66日かかるっていうふうに言われているんですね。それもこの66日かかってで手に入れることができる習慣っていうのはですね、朝コップ1杯の水を飲むっていう簡単なものでしか続かないっていうことなんです。また運動をするってなったらですね、それが80日もかかるっていうことなんですよね、習慣になるまでに。これを知らずにですね、僕は最初から一生懸命食事を制限したり、16時間断食がいいからって言って消食を抜いてみたりとかですね、いろいろやってみたんだけど、最初は少ししんどくてですね、続かなかったわけなんですね。だからいつもと同じ食事を食べて、その食事の前に考える行動、簡単な行動ですよね、そういうものを続けていくことによって、ダイエット少しずつ階段を上がっていけばいいと思うんです。つまりいきなり自分の生活の中にスタイルに合わないものをやってしまうと難しいので、なかなか続かないっていうことなんですよね。だから朝食を変えて体重を減らす方法3つ目っていうのは、食べる前に食べ物について考える、たったそれだけでいいっていうことなん
んですよね。今回は朝食を変えて体重を減らす方法3選について解説をしていきました。どうだったでしょうか。また動画タイトル下の概要欄には成功率 90% 以上ダイエット生態主流確実に痩せる別人ダイエットの方法はメンバー限定動画でもっと詳しく解説しておりますので、この動画を見てもっと知りたいなって思った方は概要欄からメンバー登録してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。